皆さんこんばんは。こんばんは。東読谷 TV136 回ということで、はい、今日は5月7日の火曜日でございます。はい、はい、終わりましたね。ゴールデンウィークはね、はい、うん、大型連休。令和にはなったけどね。あ、そうですそうです、うん、令和もう令和第1回目の東読谷 TV なっていうことなんですけど、春ですね。ねえ、菊屋調剤薬局。こんな会社が10連休にもなるってことは、薬は説明あってこそ服用できます。菊屋調剤薬局は滋賀県民の健康に奉仕いたします。長くてもまあ1週間とかね、それぐらいはあるかもしれないですけど、うん、皆さんどうもお疲れ様でした。はい、はい、ということで今日はね、楽しんでこの番組見ていただきたいと思うんですが、はい、はい、今日の話題なんですけども、うん、前回お知らせした奥永源寺の散歩道っていうのがありましたよね。はいはい、ありましたね。はい、その模様をね、今日はスタッフが撮ってきたのでお伝えしていきたいと思うんですが、はい、こちらのイベントは4月の20日の土曜日から22日の月曜日の3日間行われてたんですけど、ちょうど連休前になりましたね。そうですね。はい、お天気にも恵まれて素晴らしいイベントになったということなので、うん、まずはこちらの方をご覧いただきたいと思うんですけど、はい、はい、じゃあ行きましょうかね。まずはこちらの、はい、散歩道でございます。はい、はい、これね、私あの去年も行かせていただいたところなんですが、まんじゅう食ってましたね。そうです食ってました。はい、これまんどころ茶喫茶というところでね、はいはいはい、ね、はい、まんどころ茶の美味しいお茶と、うん、それからよもぎ餅と茶団子をいただけるところ、うん、茶団子なんですね。はい、でこの去年はね、この茶団子も期間限定ということで、うん、特別にね、まんどころ茶を織り込んで作ったというお団子なんですが、はい、もうこのよもぎ餅なんか即完売だったらしいですよ。あ、そうですか。はい、はい、そしてそのお茶をね、お団子いただいた後はこの筒井六郎さん、うん、こちらの方なんですけども、はい、これは去年も私もお伺いさせていただいたんですが、はい、ここでまあ記事体験もできるということでね、うん、はい、でまあ、こちら作品がこうやって置いてあるんですが、こういう手作りデッキがあるんですよ。あ、なるほど。そう、ここね、もう本当手作りだから最初ちょっと怖いなと思ったんですけど、すごい景色が良くてね、うん、はい、もう本当にいい森林浴ができる場所なんですが、こちらが記事体験でございます。はい、ちょっとこれ見ててくださいね。すごいスピードで回るから、あっという間に模様できます。こう一箇所削ってるように見えるんですけども、はい、まあ、回転があるんですね。あ、なるほどね。そう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 、なんか不思議じゃないですか。そうですね。どん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 目回りそうですね。そう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 、はい、溝が外へ外へとね、はいはいはい、はい、こうやってろくろ体験ができるということなんですね。なるほど。はい、そして同じ場所のついついろくろさんではこのイワナの塩焼き体験、はいはいはい、でこちらお弁当にもあったということなんですが、はい、こちらの方はイワナの塩焼き弁当付きはまあ300円で参加費700円プラス300円でこのお弁当もいただけるということなんですが、いいですね。はい、多分あの外のあのデッキのところでやってあったんかな、うんうんうん、なんか中ですか、前、前で、あ、六郎さんの前でやってあったって、ね、なるほどね。あ、じゃああのデッキで食べてたら美味しいでしょうね。 あ、まあ、あの景色で ねいいですよね。まあ、お天気が良くて何よりでしたね、うんうん、はい、というこちらちょっとね、そちらの茶団子の方とね、まんどころ茶さんの方と筒井六郎のイワナの塩焼き、そして記事体験の方をこちらご覧いただいたわけなんですが、はい、次はですね、はいはい、組の工房さんです。組の工房さん、はい、こちらも前回ちらっとお話ししてたんですが、こちらはね、あの井上さんっていう方が木組のやつですね。あのそうですそうです、あのちょっとこうはめ込むような積み木、はい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 、こちらの組のというこちらの積み木の方を、うん、まあ、体験させていただく組ので遊ぼうという体験があったので、まずはそちらをご覧いただきたいと思います。はい、で、まあ、形の遊びとしては、まあ、最近子供さんに一番よく見てもらうのがこんな形で、じゃこうやって、あ、馬みたい、あ、そうそうですそうです、馬みたいな形ですね。で、まあ、こうするとまあ馬みたいな感じですし、でちょっとこう乗せるだけでこう鹿みたいな感じが、ほらこれはあの想像力が養えれるわな。そうですね。なんで一セットやるとこれでどんなことができるやろうっていうのをいろいろこう想像しながら試すっていうような感じで、ね、電車ができる。これ置いたら確かに男の子なんかこうやってやると連結するって言って電車っていう電車やな、取り込むような子もいれば、あ、本当やな、うん、こんな形でつながることもできるんで、あ、これやな、こんだけやったらまあなんか遊べるやろ、うん、例えばバランス遊びで、うん、結構最近の子供はヤジロベなんかあんませえへんと思いますけど、うん、もうちょっと持ったな、じゃあもうちょっとこっちかな、
なるほど。これなかなかね、微妙なもんなんですけど。でもね、ジロベーターはちょっと狂ってますけど、まあですね、なんで少ないと少ないなりに結構これで何ができるやろうっていうふうに工夫を考えるんで、多いと割と何も考えずにどんどん子供がとりあえず積んでいけみたいなしちゃったりするんで、一セットでもこうやって工夫をしていくと、こんな風にしてですね、これは今一セットでできることばかりです。例えばこれは水車みたいな形なんですけど、お寺みたいな一つこう塊になるんで、回して回るようなものを作るとか、ここ駒みたいに回りゃいいんですけど、ちょっとそれはできるんですけど、ね、っていう具合で、一つやとこうやって工夫していろいろなこともいきますんで、4歳やさかい、まあまあいい感じでね、あ、そうですね、ね、4歳ぐらいからちょうどいい感じで、こういう黄色も合うのかもしれないね、これお風呂に浮かべても有名ですね。杉風呂になりますね。杉です。杉です。あ、本当に使えないけど。いやいや、また乾かしておいて。そうか。この軽いんで、今みたいにこう塊にしても結構軽いんですよね。雑巾でやると本当に倍の重さになるんで。あ、これは軽いですか。杉は杉なんで。軽いの。はい。でこうですね、でまあ、普通に 家とかでも、1セットでもこんな形で、例えば、また建物のようなものも作っていただいたりもできるんで、何ピースかなと思う、これで例えば、ちっちゃな家とかこんな形で、結構部屋が広いんで、最近にしては。なので、他のおもちゃと組み合わせて、とか、いろんなアイデア次第で遊べると思いますんで。はい、はい、ということで、ただいま見ていただいたこの組の工房さんの組のというこの積み木なんですけども、まあ、名前の通りこう組んでいく積み木なんですね、はいはい、そのデコボコがあって凹凸があってね、でこっちの組なんです、組のなんですけども、はい、こちらは奥永源寺で育った杉で作られた積み木なんです。あ、なるほど、はい、だからもう地産地消というのか、はいはい、本当に地元で取られた杉を、まあ、丁寧にああやって削ってね、きれいなその組のという積み木に仕上がったということなんですが、はい、でこちらは1セットね14ピース入ってるんですって。ほう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 、あの長細いやつ、ね、全部同じ形ですか。そうそうそう、全部同じ形で同じ大きさのが14ピース入ってるんですよ、はいはい、それで、まあ、14ピースだけを使うとこんなものができますよっていうのを井上さんが自ら作ってくださってるんですけども、はい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 、これ今作っていただいてるのがこれヤジロベ。ほうほうほう、これ不思議じゃないですか、落ちないんですよ下のやつがね。確かにね、ね、ブロックやったらガチってこうね、穴ぼこはまるところなんですが、これがこうやって持ってても、まあ、下にこうはめてるものが落ちないんですよね。やっぱりこう緩やかなこう曲線って言いますか、あ、そうですね、はい、なってて、これが不思議なことにこうバランスをとってヤジロベイになると。なるほどなるほど、はい、これがその14ピースでも作れますよっていうことなんですが、この絶妙なバランスね。そうですね、うん、これやっぱ視点が違うとやっぱりうまくいかないんでしょうね、きっとね。真ん中のところにちゃんとしないと。いや、そりゃそうでしょう。だからいや、そりゃそうですよ、はい、そう、はい、でもこれほら落ちないの不思議でしょ。ああ、まあそうですね、うまいことこう引っ掛けられるっていうかね。そう、ね、多分計算ね、し尽くされた結果だと思うんですけども、でこれがねちょっとのことでバランスを崩すと、これこうやって崩れないのにこうやってそうパン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 、あ、なるほど、ねね、ちょっと触れただけでこうやってすぐに簡単に崩れちゃう、はいはいはい、うん、でも実際ちゃんとこうバランス保ってるとこうなる、うん、でこれがね飛行機です。お、すごいですね。すごいでしょ。これはすごい、はい、うん、こうやって飛行機、これも14ピースでできる。これはねもうちょっと増やしてるみたいです。あ、なるほど、はい、でこちらまあ作品なんですけども、これはですねスタッフがちょっと一回乗ってみたという例なんですが、あ、すごいですね。結構強いでしょ。これスタッフ何キロぐらいかな。70。あ、私は重い、はるかに。70スタッフ。70キロ、はい、70キロが乗っても大丈夫、はい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 ね、ということなんですけども、まあ、やっぱりこう頑丈なんですね。うん、うん、でやっぱり先ほどちょっとお客さんにも説明されてて、で、まあ、そのお客さんもこうその場で購入されたっていう、はいはいはい、ちょっと気に入られたそうなんですけども、やっぱりあの天然の木を使ってるって言って、やっぱり優しいですよね、杉って言ってましたね。そうなんです。なので香りもいいですよね、杉はね、うん、
そう。そしてね、あのちょっとお話の中でもちらっとおっしゃってましたけど、軽いんですって。ほうほう、すごく、うん、だから扱いやすいし、うんうんうん、で子供が使ってても安全だし、で何よりやっぱりこう組んだり斜めにも置ける、でこうプラスにも置けるっていうことで、子供の想像力がだいぶ、はいはい、ね、いろんなものどんなものでも作れるということなので、なちょっと果てしなくこうね想像力も高まっていいんじゃないかなということで、はい、うん、こちら井上さんに組の工房こちらの方を、まあ、ご覧いただきました。なるほど、ね、はい、あれいろんなものでも大人もハマりそうですよね。そうです、逆に大人の方がハマるかもしれない ね、うんうん、なんかもう あんだけあったらいろんなものが作れそうですよ ね、 そうですね、はい、というそちらの体験教室をこちらご案内いたしました、はいはい、続いてなんですが、はいはい、ここのあの組の工房さんでは、うん、お箸作り体験もやってはったんですよ。お、なるほど、はいはい、そちらの模様もちょっとご覧いただきたいと思います、はい、はい、どうぞ。最後は糸ちゃん、これも最後は、こうなる。クリッカー。クリアの木目がいいんですけどね。あとは家で使ってる時にかたくれを感じたら、またその100円ショップとかで売っている400番で磨いて、あのくるみの実を潰して、くるみの実、くるみを食べるくるみの実で、ね、なんか燃えるもんない、あのおつまみのくるみ、なかなか飲まるくるみは普通のくるみで大丈夫です。売ってるくるみでもいいよね。売ってるくるみでもいい、売ってるくるみでもいいって、すごい色変わった。なんかないほんまに綺麗な色だった。すごい、うん、はい、でこれをこのくるみどうしたんですか。このくるみはですね、去年西村さんが、まあ、手伝いに来てくれた西村さんがその来る道中で落ちてるとこがあって、あの拾ってくれてたんですよ。そうそう、こんな形で実を取り出して、うん、取り出すのはなかなか一苦労なんですけど、見ていろ、あれくるみってあんな実やねんで、このくるみって知ってる、くるみ知ってる。でこの実の取り出し方は昨日富雄さんに教えてもらったんです。あの昨日そう半分に割ってからもう一回こうやって叩いて割らなあかんにゃって知らんくて、こう 実が見えたらこうほじったらねポロッと取れるかなと思ったら取れないんですよね。これ綺麗に入り組んでて、でもう一回割ってやって実をこう取り出すじゃないですか。取り出したらさっきのあのこの色味の実袋に入れまして、よいしょ、入れてこうくるんでちょっと叩いて砕いてやって、砕いてやったらじゃあその方の木の端にちょっと放ってあげてください。はい、ゴシゴシとこれになります。糸ちゃん作られたやつ、色変わる、色がねまたさっと変わりますよ。へえ、いってみよう。ゆっくりな端、全然ちょっと長めの丸端、頬の方のちょっとデコボコしてみて、あまり分からないね何の木か。はい、はい、ということでなんですけども、こちらお箸作りをこれ見ていただいたんですけどもね、はいはい、まあ、あの最初に言ってたのがこうカンナでまずは削ってて、はい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 、であれ結構、まあ、小さいお子さんもねやっておられましたけど、やっぱお箸だから2つ2本作んなきゃいけないから、そうですね、バランスよくねどっちも同じようにしなきゃいけないということで、でまあこうカンナで削ってお好みの太さ、はいはい、うん、っていうかこうね持ちやすさとかそういうのにしていただいて、でそれからあの安いっていうかペーパー、サンドペーパー、サンドペーパー、うん、あれでこうまあね磨いて、はいはい、でその後ちょっと最後の方にちらっと説明があったんですが、あのくるみ、うん、くるみでしたね、うん、あのくるみを砕いてその実だけを取って、まあ、それをまあガーゼか何かでこう包んで、でそのくるみのオイル
で、まあ、仕上げ磨きをすると。なるほど、うん、そうするとあの先ほど見ていただいてたんですが、そのカンナで削ってたお箸とそのくるみでこう磨いたお箸と色がね、うん、ちょっと違ってたのが分かりました。そうですね、ちょっと茶色っぽくなりましたね。すごいツヤのいい色で、ねちょっと色の変化もちょっと後でまた見ていただくとお分かりになるかなと思うんですけども、うんうん、まあ、くるみで磨くっていうのは私初めて見ましたね。そうですね、うんうん、まあ、でもやっぱあの油が染み込むことによって水からも強くなりますし、あ、はいはい、あ、でまあ、口に入れるものですしね、やっぱり、うん、あの自然のもので安全なものっていう意味ではいいのかもしれませんね。ですね、で、うん、もしねあれ使ってて、うん、またこうささくれてきたり、はいはい、ちょっとツヤがなくなってきたりしたら、またサンドペーパーでちょっと磨いて、うん、でもう一回またああやってねくるみで磨くと、うん、また元に戻るんですって。あ、なるほど、じゃあこう、うん、もう赤いようになってきたなと思ったらまた磨けばいいわけですね、うん、そうそうそう、そういうことです、まあ、多少ちょっと細くはなるかもしれないですけど、でもあのなんかそのくるみってね、あの市販に売ってるくるみでもいいそうですよ。あ、あのコンビニとかで袋に、そう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 、市販のくるみでもいいですってさっきおっしゃってたので。あ、そうですか、はい、それでこう磨いてもいいそうです。でもあのくるみを割ったことってあります？ありますね、はい、あ、あります、はい、あります。私はあんまりこの天然のくるみってその見たことないんですけど、なんかあれ先ほどもこう割った時おっしゃってましたけど、一回割っただけではダメって言って言ってましたね、なんか言ってはりましたね。一回割って割れたところをさらに割らないと、まあ、くるみの中身は出てきませんってさっきおっしゃってましたけど、うんうん、まあ、そんな体験もしながらね、ああやってお箸作りもしていただいたということで、なるほど、あちらこちら組の工房さんでのお箸作り、こちらをお伝えさせていただきました、はい、はい、まあ、でもちっちゃいお子さんもああやって参加してね、うんうん、楽しいイベントになったんじゃないかなと思いますけども、まあ、でも自分のお箸を自分で作ると愛着も湧きますしね、ご飯食べるのも嫌いなものもなんか食べられる気がしますね。なるほどね、ちょっと思い入れがあってね。あ、そう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 、はいはいはい、なんかね自分で作った星だからちゃんとね食べようみたいなね、はいはい、ね、うん、うん、いいですね、はい。でまあその他にもいろんなね手作り体験もあったそうなんですが、はい、お天気が良くて何よりですね。そうですね、はい、こちらの奥永源寺エリアで行われました、はい、春の奥永源寺散歩道、こちらのイベントをご紹介いたしました。はい、はい、菊屋調剤薬局、薬は説明あってこそ服用できます。菊屋調剤薬局は滋賀県民の健康に奉仕いたします。ということで、うん、はい、今回はこちらのイベントをご紹介したわけなんですけども、はい、まあ、これから新緑の季節ですから、うんうん、ね、あの奥永源寺もどんどん緑が青々としてきて、今あの山もみじっていうか青もみじ、ほう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 、うん、それをなんか割と観光でこのゴールデンウィーク見に行かれる方も多かったみたいですよ。あ、色づいてないやつですね。そうですそうです、青いもみじ、うん、それが今すごく綺麗な季節なので、まあ、もみじの名所として、まあ、永源寺もどっちかというともみじの名所で有名じゃないですか。 そうですね、はいはい、その青もみじを見に行くっていうことで、まあ、あのゴールデンウィークも結構人出があったそうです。はい、うん、なのでね、お出かけになってこれからもね、もちろんまあ梅雨まではまだまだ新緑楽しめますから、す、ね、はいはい、ぜひこちらの永源寺にもお出かけになっていただきたいと思います。はい、はい、ということで今日はこちらの散歩道の、ね、模様をお届けしたんですが、はい、次回はですね5月21日でございます、はい、なるほど、はい、まあ、21日もうでも21日っていうと、まあ、もうちょっとで、まあ、5月も終わっちゃいますけども、うん、早いですねやっぱり。そうですね、もう連休があったおかげで1週間すぐ過ぎちゃった気がしますしね、5月も。ああ、まあまあそうですね、うん、はい、またね次の時もまたイベントとかいろんなことをご用意しながらまたお届けしていきたいと思いますので、うん、はい、はい、また次回も楽しみにお待ちいただきたいと思います、はい、それでは今日の東大水戸とイビーはこの辺で、それでは皆さんさようなら。最後噛んだな。はい、噛んだ。